どうも、タラのテニスプレーヤー改め、リュウマチテニスプレーヤーのカヨパです。今日はバックハンドについてやっていきます。バックハンドについて、こちらの動画を以前に出したので、ぜひこちらもご覧になってください。そして前回の動画では、スタンスを広く取りましょうというお話もしました。今回はそれプラスになってくるので、よかったらこちらの動画もご覧になってください。それでは今日のお話をしていきます。まず私がそうだったんですけれど、こうバックハンドが苦手で、どうもこう足からの力をこう上半身にうまくつなげれてないな、そしてなんかボールにうまく力が伝わってないなっていう感じがしてて、で頑張れば頑張るほどこう腕の力で振ってうまくなんかボールが飛んでいかないっていう風だったんですけれども、今回この一つ意識してもらえるだけで足の力をうまく使えるようになると思います。まずはスタンスをラケット1本分ぐらい開きます。そして打つとき、この踏み込み足を曲げるっていうことを意識します。まずラケット1本分足を開きますね。そして打ちに行くときに、この踏み込み足の膝、前足、前膝を意識的に曲げます。そうすることで自然と体重が前に行きますよね。そしたらもうあとは腕はもう最後についていくだけです。実はこの間隣でプライベートレッスンを受けている方がいて、コーチの指導を、まあ、盗み聞きしたっていうか、まあ、聞こえてきたんですけど、そのコーチが言ってたのは、足、肩、そして最後に腕っていう、なので打つ時には足、打ちに行くときに足曲げ、膝曲げて、足で肩が回ってから、もう腕は最後にシュッ振り出すだけっていう、そのイメージを持ってやっていただけるといいんじゃないかなと思います。そして私も自分で意識的に打つときにこの踏み込み足を曲げる意識を強く持って打つっていうことをやったら、だいぶこう前に体重を移動させることができるようになりました。前はこう腕だけで一生懸命打ってたので、こっちの足がこう前に来ることってあんまり意識してやろうと思っても結構難しかったんですけど、この踏み込み足を曲げる、膝を曲げることを意識したら、だいぶこうスムーズに前に来れるようになったので、ぜひ皆さんもやってみてください。ではこちらの動画もご覧ください。こちらは改善前の打ち方です。足に注目していただければ分かりますが、先ほどお伝えしたようなことは意識してないのでできていません。スタンスも狭いですし、体重移動もあまりスムーズにできていませんし、足の力をっていうよりは結構まだ腕で打っている感じがしています。こちらが先ほど言ったことを意識して打っている様子です。まあ、スタンスも広くしてますし、足の力がしっかりと使えているように見えますよね。まあ見た目が全然違いますよね。やっぱりこう足を大きく動かすことですごくダイナミックですし、やっぱり力強く打てるようになると思います。あともう一つ注目していただきたいのが、この後ろ足、以前はこの後ろ足が打った後に前になかなか出てこなかったんですけど、今回この打ち方にして意識はしてないんですけど、こう自然と足が前に出てくるようになりました。それだけしっかり体重移動ができるようになったっていうことだと思います。スタンスを広くして膝を曲げることで安定した土台ができるので、ブレない、打ち方ができるようになると思います。しっかりと下半身で支えることができるので、力強いボールも打てるようになると思います。なので今回お伝えしたかったのは、下半身の力をしっかりと使うために踏み込み足の膝を曲げるっていうことを意識してやってみるとうまくいったので、もしよかったら皆さんも試してみてください。私も癖でだんだん腕に力が入ってきてしまうんですが、足、肩、腕っていう順番からスムーズに振り出していけると、腕の力をそんなに入れなくても楽に飛んでいけるはずなので、
硬くなってきた時はそれを思い出して膝をしっかり曲げて打つということをやってみてください。ということで今回の動画が面白かった、役に立ったなっていう方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また感想などもぜひコメントで教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。